はいはい。昨日雪すごかったですね。朝起きてカーテン開けて、おお、テンション上がりました。ごめんなさい。で、本当はこの動画昨日撮ろうと思ってたんですけど、雪がすごかったので旦那を駅まで送ったんです。車でね。そしたら。昨日ニュースもいっぱいやってたみたいに全然ホームにも入れなかったみたいで、じゃあちょっと違う駅までと思って、どのくらいかな、ここぐらい先の駅かな、また違う線が入る駅だったのでそっちを送ろうとしたら、そっちももう電車が止まってたりとかして全然ダメだったみたいで、結局新宿まで昨日送ってきました。めちゃくちゃ時間かかって、行きも2時間ぐらいかかったのかな、もうちょっとかかったのかな。で帰りは見事に渋滞にはまって、もう帰ってきたのが2時過ぎもう超お尻痛くなって疲れました。なので撮れませんでした動画そう、帰ってきてご飯食べて、なんか気づいたらもう寝ちゃってました夜まで。で昨日いっぱい寝た分今日は超元気で、なんか久しぶりにお化粧までしちゃいました。で前に先週頼んでた抱き枕届きました。なんか肩こりっていうのを動画で言ったら、肩こり首こり抱き枕いいですよって教えていただいたので、もう即即買いました。かわいいでしょ柄ちょっとうるさいから好きなので。でなんかこれあれどこやったかな、なんかこんな感じ、抱き枕でも使えるし、この授乳クッションとしても使えるし、お座りクッションとしても使える、なんか3パターンで使えるらしいです。ズーマルチロングクッションってやつ買いました。なんか結構ねネット見てたら5、6000円のが多かったのかな、でもこれ4000円で買いました。ちょっとね安いからしょぼいのかなと思ったけど、結構しっかりしてるのでよかったです。そう でも寝るとき犬ともう一緒に寝てるので結構ちょっと大変だったかな、意外に大きすぎちゃったかも買うの。こんな感じですね。でも使えそうです。いい情報ありがとうございました。そうでもこれ使ったおかげか首凝らないです最近。あ、それとこれじゃん、かわいいでしょ腹巻き、なんかディズニーシーのお土産でいただきました。ここにベイビーズヒア、かわいい、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。そんな感じでどんどんマタニティグッズ増えてます。で検診が今まで2週間に1回だったのが4週間に1回になっちゃったので、あと3週間も行けません、長い超待ち遠しいですね。でもまあ1ヶ月も過ぎてるときと成長いっぱいね、だいぶしてくれてると思うので、それはそれですごい楽しみです。ではまた何かあったら報告します。バイバーイ。あとみんなこれ何？LIKEボタン？ありがとうございます。テンション上がります。よかったらどしどし押してください。じゃあねバイバーイ。